じゃあ張り切っていくよ。はい、ちょっと今から張り切ってやるから、はい、大丈夫、いくよ。はい、バイファンです、バイファンです、バイファンです、ポイポンポイポンポイポンチャンネル始まるよ。振り切りましたね。ということで今日もやっていこうと思いますよ。じゃあ今日のね、新企画ね、ポイポンの質問に何でも答えるよっていうことでね、今こっちのリアルの世界で書いてもらったことについて答えるよ。はい、今日はこんな質問が来ました。HPV ワクチンについて教えてください。一時期副作用が話題になっていたので、そこが不安です。はい、という質問をいただきました。はい、ありがとうねー。ということで、HPV ワクチンって、ナタムさんご存知ですか？いや、全然わかんないです。でね、ヒトパピローマウイルスっていうウイルスがいるんだけど、はい、それがね、子宮頸がんの、ね、原因のウイルスなのね。なるほど。あとは、線形コンジローマだとか、あと咽頭がんとか、はい、まあ、そういうのの、はい、原因ウイルス。まあ、あとね、もうちょっと頻度は少ないんだけど、陰茎がんとか肛門がんとかもそうなのね。へー、うん、その原因になるっていうウイルスなので、それのワクチンがあるんだったらさ、がんになるのを防げるってこと、あるいはコンジローマになるのを防げるってことだから、どう思います？いや、これ打った方がいいんじゃないですかって思うじゃない、だけど、どうしてこういうことを聞いているのかっていうと、はい、一時期副作用が話題になっていたのでっていうのがあるんですよ、はい、で、これは本当に日本だけの話なんだけど、それこそ僕、詳細はちょっとごめんね、今ちょっとあやふやなんだけど、93年から95年ぐらいがこれすごく流行ったんですよ。流行ったというか、やっぱり今もさ、あの小児科とかでいろんな MR ワクチンとかさ、破傷風とかさ、もうやった方がいいよってバーッと、ね、やってるじゃない、ワクチン、ね、それの一つとして HPV も最初ブワーッとこうみんなでやろうやろうって厚労省も推奨してたんだよ、はい、だけどその頃に、やった人がどんどんいろんな症状が出てきちゃったの。へー、例えばちょっと麻痺になっちゃったりとか、うん、とかもう気分の不良が続いちゃったり、不正出血になっちゃったりとか、いろんな症状、それをね、24個の症状があるんだけど、そういうのが出てきちゃったっていうのがあって、でもこれ解決したんです。どういうことですか？もうすでに解決してるんですよ、実は。なんで解決したかっていうと、それが、まあ、名古屋市長さんかな、その時の河村隆さんが、彼らっていうのが、しっかりとこれは薬害なんだったら、ちゃんと調査しなさいって、ね、薬害っていうのはね、薬が元となって悪いことが起こること、はい、ね、だからこの薬のせいなんじゃないの、ワクチンのせいなんじゃないのっていうことで、横やりを入れたというかね、ちゃんと調査しなさいってやったんですよ、うんうん、でそれをやったら、実はそれの結果が2018年に出て、それ名古屋スタディっていうんだけど、そこの結果では結論薬害じゃなかったってなったんですよ。え、つまりその24個の症状、いろんなさまざまな症状があるんだけど、はい、それを、ワクチン接種した人としてない人分けて、じゃあどっちもでワクチン接種した人がさ、めっちゃその症状が多かったら、あ、これワクチン薬害やんってなるじゃん。そうですね。だけど変わんなかったの。あら、同じぐらいの量になってたわけ。つまりその24の症状は結構思春期の女の子に特徴的な症状の一つとされていて、それぞれ別にワクチンをしようがしまいが同じ人数ぐらいいたわけですよ。関係なかったと。しかもそれをやった人がどういう人かっていうと、まあ、名古屋市立大学だったと思うんだけど、その、まあ、公衆衛生学の教授の先生なんだけど、産婦人科の先生じゃないっていうのも一つのミソなんだよね。どういうことですか？例えばさ、産婦人科の先生だったらさ、 HPV 広めたいなっていう気持ちがある。なるほど。がんを抑えたいな、うん、もっと広めて自分の手柄にしたいなって思っちゃうじゃん、うん、そしたらちょっと恣意的なものが働くじゃないですか。なるほど。働くか分かんないけど、でも人間だからね。だけど公衆衛生の人はその辺クリーンじゃないですか、別に第三者じゃない。関係ねえってこと。関係ねえってこと。そうそうそう。だからただ数学が得意な公衆衛生の先生というか、統計学的に、そういうのを解析するのが得意な先生がやるっていうのがすごく意味があったのね、うんうん、だから本当にクリーンなの。へー。だし薬会社がやってるわけでもないじゃない。そうです、ね、薬会社でもちょっと利益相反ありそうじゃない。だって薬売れるんだから、うん、だって全国でまた一斉にやれって言ったらすごく薬売れるわけ、まあ、そうです、ね、そういうのは全く関係ない。その名古屋市立 その、まあ、鈴木先生っていう名前だったと思うんですけど、まあ、その人がやったんですよ、はい、でそこに非常に意味がある。しかもそれで2018年に、その医学的にね、それは、薬害ではなかったっていう結論が出たんです。それでもなんですよ。それでもそれでも日本という国はやっぱりワクチンに対する恐怖っていうのはものすごくあるので、はい、それでも今はその厚労省の積極的な勧奨、みんなやった方がいいよっていう呼びかけはしませんって言ってるんですよ、うんうん、ただ、中1から高1かな、小6から高1ぐらいの人の公費負担、ね、国が、みんなで負担しますよって、税金から出しちゃうよっていうのは今も、再開はしてるんだけど、はいはい、でも積極的な勧奨はしてないんですよ、他のワクチンと違って。
だからすごく迷ってんのみんな。なるほど。本当にやっていいの、どうなの、危険なの。だから医学的には危険じゃないっていうところになったんですよ。もちろんね、もちろんワクチンとしての危険はあるよ。ワクチンってさ、どんな時でも腫れちゃったりとか、アナフィラキシー起こっちゃったりとか、フラッとこう迷走神経反射起こっちゃったりとかっていうのは今回のコロナでも同じでしょ。だし他の B 型肝炎だとそして MR だとそうだし、破傷風も全部そうなわけね。なのでワクチンそのものの、危険性はあるけど、 HPV ワクチンに特有なそういう症状をなんかきたす薬害性、薬害をきたすようなね薬だってことではないわけ。なるほど、うん。ただいま銀座光クリニックでは受付スタッフ、動画編集者、非常勤医師を募集しております。私たちと一緒に明るくて楽しい職場で働いてみませんか。あ、なんかすげえクリアになりました。そうだから世界ではもう本当に7割8割、ちょっとこれ正しい情報後でまた入れますけどあの人が受けてるのに、日本ではその 0.6% ぐらい、 1% でも満たないっていう時代になっちゃう。 でも最近ちょっとまた増えてきて、そう、それは最近こういう呼びかける、ね、先生方が非常に多く、あのホリエモンさんもそうだよね、打った方が絶対いいよ、打ってらして、そういう著名人の方とか、あとは産婦人科の先生たちはすごく頑張って、あのこれはもう結果出てるんだからと、長屋スタディも出てるし、安全、まあ、安全というか、まあ、ワクチンとしての危険というのは同じだよと、特に別にこれだから薬害があるってわけじゃないよということを言ってるので、安全に受けられます。確かになんか前 CM とかしてましたよね。あったんですかね。ちょっと僕も特定ももうないですよね。確か AC ジャパンかな。そうなので、まあ受けられます。ただちょっと僕がこの話をしてると、その公費負担もうちでやってるんですかっていうのはあると思うんだけど、うちはね、ちょっと自由診療のクリニックだし、性感染症メインで見てるので、ちょっとこう小学生とか、ね、高校生もちょっとあんまし、ちょっとなんていうかな、親和性が高くないんですよ。なので、来られちゃうちょっと困んない。だから申し訳ないけど、うちは貢献できてないです、その公費負担に関しては。だけど、大人の人たちは、うち自由診療で全然できますんで、ちょっと興味がある人っていうのは、ぜひいらしてください。なるほど。なんか、すごい分かりました。分かった。ね、とりあえず、打った方がいいですね。打った方がいいと思う。なんでかっていうと、線形コンジュローマ、いっぱいいるでしょ。うちの、うちの患者さんたち、いっぱいいるやん。患者さんたち。辛い人たち。そうですね。早く治ってくれよ、ってさ、先生、まだなっちゃってるし、いっぱいいるし、あと僕ほら、ガム診療もカテーテルってやつだから、やっぱり頸がん、子宮頸がんの人っていうのも、もうすごく抗がん剤効きづらい。そうすると、やっぱり、なかなかがんを小さくできないし、で、ほっとくとどんどん大きくなっちゃうし、だそういう人たちをまあ見ていると、ほんまにその、注射だけで治せるんだったら治してほしい、っていうようなところがあります。はい、でもう一個ね、これ似たような質問が来てるので、ちょっとついでに、ね、はい、扱わせていただきますけど、子宮頸がんワクチン、まあ、HPV ワクチンのことだね、正しくは、を打った方がいいと思いますか。僕は思います。で、成功をしていても効果はありますか。これね、成功経験あるかないかなんですけど、成功経験がない場合は2回でいいんですよ。へー、2回だったら違うんですね。成功経験ある人は3回必要なんです。半年知らなかった本当。そうなので、まあ、うちに来る人はほとんどが、まあ、成功経験ある人なので、だいたい半年で3回打ちます。で、成功経験をしていても効果があるっていうのは言われてます。うん、で、何歳まで効果があるのっていうと、40歳までは打った方がいいよって言われてる。すごいですね。うん、なので40歳まではうちも打った方がいいよっていうふうには言うかな。でもたまにちょっと40過ぎててもやっぱりちょっとこうお仕事でやってたりとか、あとコンジュローマもやっぱ防ぎたいっていう人もいるので、そうしたらまあもう効果あるかどうか分かんないよっていう、まあ、医学的な見解を述べた上で打つってことはあります。なるほど。うん、あとはね、男性が打てるかどうかっていう話もあるんだけど、これも今後だんだん打てるようになると思います。はい、なると思いますってさ、まあ、自由診療だったらまあ自由にやっていいんだけれど、一応メーカー側はまだ進めてないんですね。だけど風疹ってあるでしょ。はい、あれって男女打ちますよね。打ちます。うちの赤ちゃん普通にみんな打つじゃないですか。はい、男も女も関係なく。なんでだろう。なんでみんなかかるからか。うん、みんなかかるからなんだけど、子供でかかっても重症になるっていうのと、あと妊婦さんがかかるとまずいっていうのがあるんですよね。でも妊婦がかかるのまずいからって、妊婦だけがかかんないようにねすればいいってもんじゃないじゃん。周りの人がみんなかかってなければ集団免疫がついて妊婦もかかりづらくなるんで、男の人たちもかかんない方がいいんですよ。うん、みんながかかんない方がいいわけ。なるほど。そう考えると HPV は、まあ、コンジローマは男性もあるし、まあ、男性の陰茎がんもあるんだけど、子宮頸がんっていうのは何よりもなんでこんなに言われてるかっていうと、数がものすごく多いんですよ。あ、なるほど。もうまあ、この辺の HPV の原因とするがんの中で子宮頸がんめっちゃ多いんですよ。うん、
なので、子宮頸がんを防ぎましょうって言われてるんだけど、女性はその子宮頸がんを防ぐために男性も HPV がない方がいいじゃん、うん、そうですね、絶対だ風疹と変わんないわけじゃん、はいはい、で実際風疹も昭和38年までは女子しか打ってなかったんですよ。へえ、信じられないでしょ。そうですね、今子供たち普通にみんな打つやん、うん、男もみんなも関係なくね。だけどそういうのがあるんですよ。なので、まあ、今後絶対に HPV も男子がもう普通に打つ時代が絶対来ると思うし、ホリエモンさんはもう今でも男子絶対打つべきだよって言って。なるほど、もうなんか分かりました、すげえ大丈夫、はい、ということで今日は以上になります。はい、はい、バイバイポイポーン、バイバイポイポーン、バイバイポイポーン、 HPV。 はい、私 Twitter の DM とかでコメントしてもらったら何でも答えますよってなってます。なのでどんどんコメントください。YouTube でもインスタでも TikTok でも何でもいいです。というわけで、いってらっしゃい。